VCS プレゼント BJJ ウェブ、はい、橋巻屋です。ラスコンケニーです。はい、今回はねもう少人数2人だけ。少人数来ましたね。多い時とね少ない時のね差が激しい。多い時はもう 4,5 人いて。そうですね、前々回ぐらいですかね。はい、今日は2人だけという感じでやっていきたいと思いますけども、はい、まあ、今回はテーマ1つだけ、コパブルテリア、はい、行ってきました。で、毎年恒例の、8月真夏の呪術大祭典という銘打って、やりました。コバブルテリアで名古屋になって3回目かな。3回目ですね、はい、そうで3年前に初めて名古屋に移って、うん、でどうしようってなってたんだけど、まあ逆にだあのいつも言うけど、そのグランドスラムがあって JBJ 全日本があってってなる、東京で3週連続はしんどいだろうってことになって、うん、まあ、あの名古屋でもうこれからやっていくかなと。やっぱ名古屋っていうのもやっぱ東京大阪の間だからね、東名阪の間、うん、ということで、まあ、名古屋で、愛知県武道館でがっちりやっていこうという感じで、で今年は、まあ、基本の通り海外から招聘選手なしで、で、紫部のオープンクラス優勝者に海外チケットプレゼントという感じでやって、あと品川さんですね、品川さんが来てくれて呪術エキシビジョンやって、であまり品川さんの動きもあの初めて見たけど、うん、まあ、普通に動けてて頑張ってましたね、あの人も。で今いろいろとその呪術の大会っていっぱいあるじゃん。で呪術のそのグランドスラムが UAE でしょ、うん、で JBJJF がやった全日本、はい、でこの独立系大会だから、連盟に属してない大会だよね、うん、だからそのコパブルテリアもそうだし、ラスコンもそうだし、でそういうあとアジサプリとかも、アジサプリはどっちかっていうと、うん、まあ、一応 ASJJF っての大会でやってるけど、うん、あれも別にとらわれない感じでやってるって感じで、はい、だからちょっとあの色分けがあってそれはそれでいいのかなと思いますけどね。でその大会やってて、今回は、一回そのあい、横浜でやった時ね、ケネディとジェフオーバーが来た時に、はいはい、1000人弱呼んだんだよね、990何人みたいな感じで、大桟橋ホールですね。そうそうそう、はい、あれ1年で使えなくなっちゃったところ、あそこ良かったんだけどな、会場的には。そう、ケータリングカーも入れられたりとかして、はい、ブラジル料理来たり。であのちょっと観客席ないからね、平面だったからちょっとあれだけど、だからブラジル人がすっぱだから外歩いちゃったりして、なもう柄割りみたいな、もう使えませんみたいな感じでもうダメになっちゃって、だからあそこだって有線の Wi-Fi も引けたから配信できたもんね。でそれでまあそれダメになって、それ次の年名古屋だってなって、名古屋になってちょっと落ちたのかな、うん、でその次去年はちょっと増えて、今年も増えてって感じで、まあ定着しつつあるからいいのかなってちょっと思いました。そうですね、まあ、ただあのお盆の、うん、頭じゃないですか、本当思いっきり そうそうそう、ね、そこに当たるから移動がね、新幹線もなかなか大変だし、車はもう7時間8時間近くかかるみたいな。で普通だったら4時間もあれば余裕で着くみたいなところなんだけど、ね、今回だって10時半に出て着いたの5時みたいな。そうですね、なかなか。でもちょっと余裕があったから飯食ったりしてね、はい、あと9番団地、9番団地、憧れの9番団地行きました。そうそうそう、でそんな感じで行ったけど、まあこの、まあ、時期もともかくどうなんだろうなちょっと思うけどね。そこですね、東京とかから来るときはちょうど帰省ラッシュと被るんです、うん、でそこですかね、今回その大阪勢が来れなかったって、やっぱその次の週に、うん、あのフルフォースカップのマスターとその、ASJJF の、関西インターナショナルかな、はい、があったからちょっと大阪勢がなかった。それがなければ東京からも大阪からもみたいな感じだったんだけど、ね、ちょっと難しいよね。けどまあこれ以上人を増えて、だって今回まあ遅れたせいもあるけど、うん、大会終わったの5時6時弱になってたもんね。そうですね、で会場で7時半じゃん、8面もあって、そうで去年より遅くなってて、はい、でギャラ一緒だからね、みんなスタッフとかも時給制でやってたらたまたまじゃないよね、時給制の方がいいんじゃねえかなちょっと思い始めてきたけど、今回初めてあのあれじゃないですか、まあ、いつも前乗りするけど、うんうん、その日試合大会後に泊まって、そうそうそう、名古屋飯を食べて、いやあれ無理だよ、あの大会終わって7時半で直接帰ったってもう絶対東京着いて終電間に合わないもん。そうですね、しかもドライバーが限られてます、ね、そうでもあのそうだからあれはね、大会後の一泊も経費に入れてほしい。はい、あれちょっとそうですね、僕みんな乗っけてきてるから、そうそうそう、なんかちょっとそれか欲しいなと思いましたけど、うん、補填してほしいなっていうのはありますけど、ね、そういろいろとありますね、だからこうそういうちょっと弊害もありつつけど大会自体盛り上がったから、で今回って懸念してたのがその海外から翔平選手がいないことによってちょっと
グレードダウンしちゃうんじゃないかみたいな、うんうんうん、で前にドゥマウインターナショナルってやってた時にやっぱ海外からパイシャオン呼んだり、はい、エスキジート呼んだりなんかそういう海外の強豪選手を日本で試合させるみたいなのやって、はい、すっげえ盛り上がったんだけど、はい、それやめてからもう普通の大会になっちゃったじゃん、だそういう風になっちゃうのかなとちょっと懸念したけど、とりあえずは今回は大丈夫だったよね。そうですね、相変わらずやっぱ人多いなっていうのは感じますね。そうでやっぱそのグランドスラムに来たブラジル人、けど、JBJJF 全日本には行かないで、で、名古屋だから地元だからそのでコパブルテラ出るっていう人もいたし、コパブルテラしか出ないっていう人もいるし、だからそこら辺でやっぱ住み分けはできてるのかなって思うよね。でこの間 のグランドスラム東京は早期締め切りあって出れなかった人が結構いたじゃん、はいはいはい、ああみたいになって、で JBJ の全日本は東京でやる、うん、でコパブルテラ地元でやる、じゃあどっちか出よう、じゃあこっちでいいやみたいになった人たちも多分いると思うし、やっぱ JBJ の全日本いつも言うけど日本人ばっかりで日系ブラジル人出てないじゃん、はい、で今回の大会は本当半分ぐらい、うん、多分トータル取ってないけど半数以上がブラジル人だったんじゃないかなと思うぐらい多かったですね。相当多いと思う、まあ、でも、まあ、まあ多いの当たり前か、あの辺もいっぱい住んでますし道場いっぱいありますもんね。そうそうそう、であそこら辺の人たちがやっぱりこぞって出てて、盆栽がフルメンバー出て、インパクト、小川、エボックス、はい、なんだのかんだのも出てる、やっぱブラジル人が締めちゃうよね、どうしても。そうですね、あとなんかあれ知らない、なんかあんまり知らないチームも出てた、出てた、ね、出てた、チームコンデもそうだし、はい、あとフレンズも、はいはい、まあ、終わっから独立したのかな、あとマイチーム、マイチーム BJJ もそうだし、はい、あんまり見ないところが東京では見ないです、ね、そうそうそう、ね、結構出てきてたから、はい、それもいいのかなと思うけどね、はい、うんうんうん、なんかありますか、権利的には。そうですね、コパブルテリアは、まあまあ、ラスコンチャスを物販にやらせてもらったんですけども、うん、まあ多分、まあ、大会の中じゃ、まあ、すごい売れる大会なんで、うんうん、まあ、今回で僕も多分浅草で多分2回3回出て、うんうん、横浜やって今回名古屋なんで結構毎回出させてもらってるんですけども、けど去年なんかもうちょっとしんどいなみたいになってたじゃん。いや旅費と、うん、要はなんつうのシビアな計算すると、うん、利益を計算するとそう合わねえみたいな、合わなくなってくるんじゃないかっていうのがありますよね。なんだかんだ今回だってまあ前の日の宿泊費はかかんないけど、はい、で往復の高速代ガソリン代で一泊して帰ってきたらちょっと、うん、ね、そうですね、高速代が片道1万円ぐらいかかるんですよね、うんうん、でそこ2万でこう、まあ、ガソリンもなんだかんだ1万近く給油するんで1万ぐらいかかるんで3万ぐらいかかるんですよね、うんうんうん、でそれで大会後に一泊して、はい、でちょっと打ち上げだなんだってやったらちょっとしんどいかなってあるよね、うん、まあ、まあ考えようなんですけど、まあそこでねいろんな、まあ、スポンサー選手もいっぱい出るんでそこで意見交換したりとか、うん、ね、スポンサーの商品あげたりとか、うん、まあ、あとはだケニーなんて本当もう会場来ねえんだから、広告的な感じですね、会場来ねえんだからこういう時ぐらい来た方がいいよ、まあ、僕はでも楽しいですよ正直、移動はちょっときついですけど、うん、っていうのもあって、まあちょっとどうなのかなっていうのもあるけど、はい、まあまあ良かったのかなと思いますね、はい、まあ、あとは岐阜大会とか手伝ってくれたブラジリアンとか日本人の選手もいたんで、うん、そのチームの人たちもそうだもんね、はい、直接挨拶したかったのもあるし、うんうん、ありがとうってブローって言ったら、おーブローって、逆にふざけてブローって言ったら向こうもブローって言ってくるみたいな、うんうん、ただのノリだろそれそこまで親密な関係ねえだろそんな、おーブローっつって、うん、どこプロだよバトルクリークブローかよお前、ジャッキーチンじゃねえんだから、まあ、でも権利的には満足満足と、まあでも、まあ、物販でも楽しいですね、売れようが売れまいが、うん、まあ、いろんな人と話せるんで、まあまあそうそう、それ一番大事だよね、その、うん、だまあ、シビアなこと言ったらね、多分、うん、どうなんだろう、経費とか要は手間とかそれを考えたら、うん、ビジネス考えたらなしだよね。だからね、小園さんとか今回か小園さんちょっと行けないか分かんないけど、ハイパーフライさんとかはどうだったのかなと思いますけどね、うん、いやまあ、経費のそうだからやっぱね、収支的にはねやっぱみんな厳しいよね、うんうん、でそんなにバカ売れするわけでもなく、ただやっぱどこもそうだ、結構朝もそうだけど、はい、出てそこで見てもらう知ってもらうっていうのも込みでやっていくから、うん、普通に単純計算でやったら全然経費なんか出てないよね。そうですね、まあ、展示会というか何だろうな、そうそうそう、お披露目、お披露目じゃないけど、うん、そこで見て、でその時には購買にはつながらないかもしれないけど、はい、次に
つながる何かが顔見せだよね。そうですね、まあ、前回とか出てた、今まで出てたブランドさんもなんか出なくなっちゃったりとかしてたから、やっぱみんないろいろ考えてるのかなと思いますけど、やっぱそうなっちゃうよね。けど あれもだって物販とかがあるからちょっと、うん、あのお祭り感はあるじゃん。そうですね、それもなくなったら、去年出てたところ2つなくなってるわけじゃん、はい、で今年だからなくなった分の1個ハイパーフライ来たけど、はい、であれも結構ぐいぐい行って、うん、無理くり連れてきたようなところがあるから、で去年どうしようかみたいなってて、そこがもしなかったら結構あとブルテレだけになっちゃうわけじゃん。そうですね、それもちょっと寂しいかな。だから、ま、去年やってたことは今年ないっていうのはやっぱ交代になっちゃうと思うから、で配信もやらなかったし、うん、で海外からの選手も呼ばなかったし、そうなってくるとうーんってのはちょっとあるかな。まあ、でもなんかどうなんでしょうか。どうなの、余計なことはもうなくそうみたいな感じなのかな、坂本さんが。余計なことっていうか、その、うん、そこは分かんないね。だからやっぱ金出すのは坂本さんだから、うん、そこは何とも言えないよね。こうした方がいい、ああした方がいいっていうのは結構いろいろ話したんだけど、うん、で結局その単発の大会だから次につながるものがやっぱりないわけじゃん、うん、そうですね、そうそうそう。だからそうなってきたらやっぱ打ち上げ花火じゃないけど、そこでどんだけインパクトを残すのかっていうのが一番の沖で、うん、後々につながる大会、はい、で去年はこうだった、この年はこうだったっていうのがあるんだけど、はい、今年に限って言えばやっぱりその翔平選手もいなかったっていうのがやっぱり大きいよね。今までやったことはやで配信もやんなかったし、うん、どうなんですか、出てる選手にしてみれば、それやっぱいらない、やっぱいらないのかな。いやだからそこが俺ら大会運営する側の意見だからちょっと分かんない。で前はほら物販で、うん、あのブルテリアのブースでその大会限定道着だったり、うんうんうん、先行発売だったら、一応今回先行発売ちょっとあってみたり、それも大々的にやってなかったし、はい、でケニーのところだってもうぼんやりしたものしか出してないわけじゃん。まあそうですね、だって前はだって横浜の時はだって道着初売りとかってなんか結構生きてやってたじゃん。横浜の時だって去年もそうですね、何回しらのちょっとあの合わせてそう生きったものは出してない。今回だってラスコンテープすら売れ、あの持ってってないんだから。そう、車がパンクして朝積み込みの時慌てて出たら乗せられ続けちゃったんですけどね。だってやっぱそういうのもあるから、やっぱそのあのや運営側のあれもちょっとトーンダウンしちゃったのかなっていうのちょっと思うけどね。なんと見えないけど、まあ、大会自体はだまあまあ良かったけどね、うん、その黒帯も多かったし、で、はい、茶帯なんて、けど茶帯はルースターとヘビー、あ、無差別しか、あ、ヘビーか、うん、しかやんなかったね。あと無差別 で全然だからライトフェザー、フェザー、ライト、ミドル、ミダメヘビーでは全部なくて、やっぱそこちょっと空洞化現象みたいになってるのかなと思う。で多分来年あたりだからチアゴ、イアゴとイゴールが黒帯に上がっちゃったら、じゃあ 今紫に上がってる人たちが茶帯に上がるのかなって感じになって、はいはいはい、そうすれば今いる茶帯とこれから上がってくる茶帯が上がれば人いるけど、そのイゴールでなんだかんだ上上がっちゃったら、うん、またちょっと少なくなっちゃうかなって気はするんだけどね。まあこれも、まあ、こっち側のあれじゃないからしょうがないんだけど、うん、で紫帯とかもね、あ紫は良かった ねすごい見どころがあるというか、紫はもうその分すごいタレント揃ったよね、うん、はいはい、でやっぱりその東京から来てるもの甲子郎もそうだし、そのサンフランシス、あ、サンディエゴの、ね、ザビエルもそうだし、うん、であとまあこっちにいる、ね、大宮優だったりその慶三もそうだし、うん、グラントもそうだし、あそこら辺の人たち、まあ、前もって、まあ、マイケルもだって前の週に優勝して青から紫になって紫デビューになって、あの 初対戦みたいなのも結構いろいろあったから、紫はその分充実してたけどね、はいはい、だから今回その紫の無差別にあのチケットを出したっていうのは、まあ、まあある意味良かったのかなと思って、はい、で本当はそこでマイケが勝っていきゃいいんだけど、うん、やっぱ翔平してないけどやっぱサンディエゴのあいつが来て勝っちゃったってなったらなんか、うん、繋がらないっていうか、ちょっとうーんっていうのもあったけど、まあまあそれはそれでいいのかなと思いますね。まあ、大会的にはまあすごい良かった。やっぱちょっと進行も遅れたし、であとキッズの時になんか人がいっぱいいて、一つのなんか言ってましたね。一つのチームから3人が声出したり、片一方1人しか行ってなくて、セコンドがもうごちゃごちゃになってた。セコンド問題もそうだし、あのポンコツ警備員が全然働かねえのもそうだし。あれってどこ一応全部ぐるぐる回ってるっていう。いやそうけど、あいつが全然あの本当ポンコツジジイだから、
やっぱおっさんの警備員はねダメだよね。だからあの道路の交通整理とかもそうだけど、じじいがやってるじゃん。でそういうのがその生きったブラジル人がわーってなって言ってたら言えないよなっていうのはちょっと思うし、まあ、でもあそこにどれ誰を注意していいか分かんなかったんじゃないですか。なんかどうなんだろう、うん、あの警備の人も、うん、ちょっとねそれは思ったよね、うん、だからそこもちょっと次回の改善点だし、うん、なんか分かんないけど盆栽とかのバイト君分かんないけどあの辺のがもうよっぽどいいんじゃないかなと思って、入らないでとか言った方が、そう、うん、でだあの警備員の人にだからこれやれって言ってそれ言うんだけど、うん、言いましたって言うんじゃなくてどかすのがお前の仕事だろうって話で、言うのは誰でもできるんだよ、どかすのがお前の仕事だろうって話で、本当あのポンコツ警備員は本当イラついたね本当意味ない。だから今年のイラつきそれ一番と、あとあの言うこと聞かないブラジル人、はい、まあ、去年も言うこと聞かないブラジル人いましたね、まあ、いや覚えてないけどブラジル人言うこと聞かない人は本当ガンとして聞かないからね、はいはいはい、で自分の主義主張なんかダメだっつってのに、いや俺あいつもダメだろうみたいな、そう あいつも入ってんじゃないかみたいな、そう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 、ね、まあ、そういうのもあるし、そうじゃなくてとりあえずおめえが解けよ、さ、まあ、うん、俺注意してるのお前なんだからっていうのまず先で、だからそこはね一つまずやんないといけないよね、うん、確かにあのなんか聞いた時もすげえなと思って、ちゃかめっちゃかだったもん、マットサイドにすげえお母さん、で先生、お母さんみたいな、それはいいんだよ、でそのコーチするのはいいんだけど、終わったやつが出ないのもそうだし、そこでなんかボール遊びとか始めちゃって、うん、でそれをだからその保護者だったりそのコーチの先生が注意しなきゃいけないの、その先生たちは試合に夢中になっちゃって何にもやんないで、はい、ひっちゃかめっちゃかになってるわけでしょ、うん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 、まあ何でもありだし、あれだろう、ノリがあれなんだろうね、そういう、そう、うん、いや本当ね、だからあれは他の大会はどうやってるのかっていうのもあの見て勉強しないといけないかもしれないから、 JBJJ のキッズ大会なんかどんなことやってんだろうと思うけどね、やっぱあんなにしっちゃかめっちゃかなってんのかな。まあでも自分その試合が終わった後またサイドで次の試合も待機するわけでしょ。そうでその間に違うあれでしょ、同じチームの子が違うバスで試合が始まるから、試合終わって泣いちゃったりしてるから、うん、まあそれはまあ置いといて、けど泣くでそこじゃなくて連れてって 泣かしてほしいなと思うけど、やっぱギャン泣きしてるのはそこを無理くり追い出すのもちょっと、うん、っていうのもちょっとあるし、けどそれ言ってたら切りないし、うん、でそれでどんどん溜まっていくんだろうね。でコーチがその要はね、あのビッグチームだったのに2人3人いるわけじゃん先生が、うん、でそれが行ってて保護者も一緒になって行ってて、で3対1みたいになっちゃうみたいな、だから声出すのは1人だけじゃないとダメだし、そこをどういうふうに管理していくのかっていうのすごい今後の課題だよね。うん、そうですね、あれだけキッズが出るんだったらちゃんとしていかないと、いやフェアじゃないよねあれは。でそれでレフリー判定だなんだかんだってなって声でかい方が勝つみたいなパターンになるわけじゃんだからそうレフリーに圧力かけてさ、ちょっとそれもちょっと思ったよね。であと、まあ、その去年やらなかったことで、翔平選手はいなくてもこれからいいのかどうなのか、で配信もどうなのかで、やっぱ配信あるとすぐあの映像がリプレイで見れるよね、うん、けど今けどあの JBJJF もやんなくなっちゃったし、もうやんなくてもいいのかなって気もするんだけどね。だけど、まあ、で坂本さんジュースプリストやればいいって言うけど、3ヶ月後とかだぜ。だって今日配信されたホワイトライオットだよ。ホワイトライオットってあれいつよ。えホワイトライトっていつやったあれ。な春じゃないですか。春のパン祭りだよね。だから今日配信されてますから。どんな試合があったかも忘れちゃいましたね。いや森桜対あれで青の光だよ。あれエキシビジョンね、青帯のそうやったやつね。エキシビジョンスーパーファイトね。スーパーファイト、そうそうそう。だそれが今配信されてるから、多分コパボルテリ配信されるのいつって感じだよ。今8月でしょ。超えんじゃないですか。いやそれはない、秋になると思うよ秋。秋竹城だよもうだからちょっとね、だそれもそんなにストック、ああ映像のストックがそんだけあるってことで、来週はあの ASJJF のベトナム大会だって、それ5月でしょ。うわすごく遅れてる。だ3ヶ月遅れなのよ。だ週に1回配信しだから溜まってはいるんだよね、うんうんうん、で続々大会もまだいっぱいやってますもんね。でその月がラスコの岐阜だもん。かかるよまだ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 かかる。みんな忘れてませんか。もうだって、うん、特に平和に終わった大会です、うん、いえいえ、フランコ対シュレックやったじゃん。あそうだフランコ対シュレックもやったし、そうだそうだ、あと何やってって言われたらあんまないけどうーんっていう感じだけど
そうでしょ、だから、はい、だからやっぱリプライでパッてすぐ出せるっていうのはやっぱいいよね。今見たそうじゃん。まあ、あとはあのどこなんだってやっぱ垂れ流しみたいな映像だとやっぱみんな本当興味がある人しか見ないかも、ね、いやけど一応それも用意はしたんだけど、うん、1マットだけ、うん、だからその A マットだけ一応垂れ流し用意のはあるんだけど、はい、動かすのは固定だからちょっとどうなんだろうってそれもまだちょっと触ってはいないんだけどね。ちょっとそれも今後の課題なのかなっ て、はい、けどそういうふうに大会の今こんだけ大会ある中でその大会のクオリティを上げるのが一番大事なことじゃん、うん、この大会ならではのものっていうのをやっていく。だからその、AJP だあのアブダビグランスラムだったら、うん、もう莫大な賞金が出るっていうことと、うん、やっぱ大会の規模もでかいじゃん、うん、で JBJJF 全日本っていうのは日本で一番古いだから98年に第1回大会をやってるぐらいだから20年以上だ。今回の第20回大会のアニバーサリー大会だったわけでしょ、うん、20年の大会やってるんだからコボプルっていうのは多分10年やってないぐらいだと思うんだけど、うん、でそういうふうにあの各大会にいろんな色があるわけじゃん、はい、だそこの中で、ま、だあのラスコンの大会もそうだけどその大会ならでも何かをやんないと色は出ないよ ね、 そうですね。ただ大会やりました人でもあのそうなんですよね。大会やりましたじゃあ、うん、だって人も来てくれないと思うしそれなりの何かしらバリューを作っていかないといけない、うん、でそれが今までの中 の、 そのコバ・ボルテルのやつは翔平選手だったわけじゃん。うんまあ、それの代わりに今回チケット出してそれがどういう風な反応になるのかってまだこれからだし、うん、あれって翔平選手を呼んで日本の選手がどこまでやれるかっていうのが見どころなんですか。あれでそれで去年は初めてダニーロ浜崎が勝ってでだからそこから先にダニーロはあそこでワンマッチザック・カイナに勝って、うんうんうん、だってハイパーフライのスポンサーついてアジア取ってヨーロピアン出てみたいな感じでムンジャロも出てみたいな、はいはいはい、ちょっとあそこでスターダムに乗った感はあるよね。なるほどなるほど。だそういうようなやつが今年はなかったんだよね。まあでもね安定した紫のトーナメントまあそれはそのけどあれはそうだ けど逆に言えばだってあれはそのチケットがなければ来なかったのかってなるわけじゃん、うんうんうん、だって幸四郎なんて別にハイパーフライのあの、うんブースを出さないってなった時に、うん、無理くり連れてきてるもんだし、うん、森桜もそうだけどだそこに、まあ、全部の要因がかあのブースを出す出さないっていうのもそうだしその選手を連れていくのもあるからセットでどうですかみたいなのもそうだし、うん、だけどそれもだから翔平選手もないでは日本東京からその森桜も出ねえ幸四郎も出ねえブースも出さねえみたいになってったらだってやっぱ一枚落ちるよね。うんじゃあ来年ブース減るのかな。どうなんだろう。いやわかんない。ここは出したいなと思うけど、うん、また夜みんなでどうだったこうだったっつって。いやわかんない。いやその夜だってあの夜なし。いやみんな行かなくなっちゃったらだってソロ活動になっちゃうじゃん。泊まないでもそのまま帰るみたいな。そのうち新幹線で行こうみたいになったりするのかな。いやそうだよ。だって俺も今回どうなるかまだわかんなかったもん。ギリギリまで。だいぶいましたもんね向こうでね。向こうで作業してました。そうそうそう。でまあ俺はそれで大会の前の日に行って、うん、大会終わって泊まって月曜日にみんなでひつまぶし食ってみんなが帰ってその日の夜に俺はあミリ未完成リップスパークルっていうアイドルの運営さんもともと知り合い でそれがなんかイベントやってるっていうかそっち顔出して名古屋で顔出してあと神戸の社長と、はいはいはい、名古屋コーヒーと小倉トーストいただいて、うんうんで火曜日が、昼間にあれだ、うん、あのこの間東京アイドルフェスティバルで出た143のライブの撮影やって、うん、その日の夜はまた別のアイドルのあれリリースイベント見に行って久々に俺整理番号とか取って並んじゃったもん俺アイドルマジじゃないアイドルアイドルオタクみたいなことやってたもんマジですね。でそれやってでその日本当は帰るはずだったけど、うんしたらだって居残ったのはあのアイドルのための居残ったみたいになっちゃったからこれ意味ねえだろうと思ってもう一泊して同じ部屋ずっと同じ部屋ずっと同じ部屋延泊えそれで料金同じ値段だった同じ値段だったで Wi-Fi が通じねえところでで最終日にだからその水曜日のお昼に陽介のとこ行って9番団地 あの道場紹介と BJJ ウェーブ撮って、はいはいで帰ってきたって感じ でもうでその日なんてもう平日だから全然余裕で帰れると思ったっけ、うん、全然新幹線も取れなくて、はいはい、グリーン車乗っちゃったもん今多分ちょうどあれ折り返しぐらいだったのかそのそうだから平日じゃんだからもう全然普通なのかなと思ったけど全然でみんなうまくずらしてあるから結果混むんですよね
そうだから多分ずっと だって月曜日に帰った時何時間かかったの？5時間半ですね。あ、じゃあ全然そんな楽だったんじゃん。楽っつか、でも途中また眠たくなってしましたけど。けど9時半だったらじゃあ夕方までには着いたってこと？そう、夕方着いたけど、もうでもすっごい疲れた。もうバキバキやして中、うん、でそういうのもあって、その火曜日に帰るのやめたんだよね。うん、多分いいと思うよ、これがゆっくりして。危ないもん、あんなの。でそんなにだって滞在したって意味ねえし、それ余計な出費じゃん、どう考えても。そうでしょ、すごいよ。で名古屋のフーターズ行ったり、一人でソロ活動でプラプラして、ホテル住まいだもん。そうで、だけどそこで仕事もしたりして、だその講師結果打ったり、表彰台画像のやつやったり、まあいろいろとやって。ホテルのランチ、朝ごはん食べた？全然食べた。あそこの朝ごはん、すごいいいんでしょ？すごいらしくて、2年連続ぐらいでその朝飯、名古屋のホテルの朝飯ランキング1位になってて。それ来年はもしあるんであれば、うん、あそこ泊まって朝ごはん食べて、うん、帰ればいいんじゃないかな。温泉もあの夜と朝で、そうそう、入れ替わるからね。入れ替わってて、うんうん、あそこの温泉は良かったね。だってツルツルになったもん、うん、もう眠いから、東京行く前にストップラー浴びて、もう行こうっつって帰りましたけど。まあだからけどそれって俺ら東京からこっち来てるから、うん、それやってるけど、普段東京の大会に出てる地方の人たちはみんなそれやってるってことだもんね。そうそうそう、すごいね。しかも帰ってね、自分のクラスでやったりしてるからね。だからいつも言うけど陽介がすごいの、ほんとそこだよね。すごい。で土曜日のクラスやって、ちょっと仮眠して、で土曜日の朝方、土曜日の夜のクラスやって、日曜日の4時とか5時に、はい、岐阜とか名古屋を出て、日曜日の朝に東京着いて、レフリーやって試合やって、レフリーやって試合やって、また岐阜に帰ってきて、月曜日の朝から仕事行くみたいな、うん、なかなかむちゃくちゃなことやってますからね。だからそういうのも考えると、やっぱりブラジル人タフだなと思うし、はい、で俺らまだまだ楽してんだなってちょっと思っちゃうもんね。そうだね。いや全然違うよ。やっぱ年とは言いたくないけど、ちょっとやっぱ疲れたまら、うん、で止まってきたね。俺足だから会場中もなもう歩き回ってたから、膝やばい、ふくらはぎと足の裏が痛くて、もうパンパンになったでしょ。もうでもうだからで言っても言わないやつは近くまで行って怒るわけじゃん、出ろとかなんとかっつって。だからその往復が多くて試合もしっかり見れなかったもん。もう次からもう警備員さんですね、キナさん。いや、いや警備員をポンコツ警備員じゃなくてちゃんと動けるから、それこそカーロス・トヨタがブラブラしてるんだから、トヨタが怒れば動くじゃん。あれはちょっと野獣感半端なかったです、ね、いや、トヨタとかがやった方がいいよ、あれ。聞かねえもん、あんなポンコツじじい。何人雇ってたの、あれ、警備員。いや、わかんないけど。何人かいたよね。あのじじいはマジ使えねえよ。言いましたから、言いましたじゃねえよって言うのは誰でもできる。どかすのがお前の仕事だろって言って。ほんとあれはもうイラついた、あいつ。こばぶれてるやん。で、またあっち、名古屋の人とかも、またあの、木村さん怒ってるなみたいな思われたかもね、またね。いつも怒ってるなみたいな。いやだってじゃ怒らないでもさ言うこと聞いてくれればいいわけじゃん。だって大会試合が終わったら出ていくのもそうだし、うん、で一人しか応援してないのみんなでギャンギャン言うのもダメだし、俺見てやつ、木村さんが注意してるシーン見たもん、そういえば、うん、ABCDマットあたり来て、あの角に言いに来たもんね、うん、怒ったもんさあそれに対してで、いやうるせえみたいなこと言うやつもいるわけだし、うるせえじゃねえよみたいな。え、いるの、その注意者。いや、いるよ。ダメなのに。それじゃあお前どこのジムだよって、その先生に言わせるからお前どうすんだって。だからそれ言ったら、だって小川だろうが、うん、エボックスだろうが、まあエボックスは全然品がいいからそんなことないんだけど、うん、インパクトだろうがどこだろうかって、陽介だって朝方だったらお前らふざけんなって陽介言えよって言えば、陽介いなかったけど、うん、したら朝田言えって言ったら先生の言うこと聞くわけじゃん、俺にも聞かないけど、うんうん、もうヤクザじゃねえんだから、ケツ持ちみたいになってんじゃん。だってもうお前が言うわけじゃないから、もう親分に言うぞみたいな。親分、お前じゃ話になんねえからって。なんだよってなるよ、本当に。ああいう風になったブラ、ああいう風になるブラジル人は本当めんどくさいよ。本当言うこと聞かないもん。意地になっちゃって向こうも。で注意して行ったら別どくわけじゃなく、またずっといるわけ。それで行ってその時はいたらまた戻るみたいな、おいみたいな。あそこがまずもう朝一にそれやってからすっごい疲れちゃったね。そこで大丈夫、ちょっとだいぶバッテリー使っちゃいましたもんね。あとはそのトーナメント、タブレットが反応しねえみたいな。
動かないみたいな、得点が、そうそう、でそれが動かなくなって A マットとかが止まっちゃって、その、はい、フィックスするのに10分20分かかっちゃったりして、その間ぼんやりしてるんです。だから A マットがすんげえ遅れるみたいな、うん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 、でそれの弊害でその A マットの試合をいろんなマットに振ったから、そういう試合が映像も撮れてないみたいな、写真も撮れてないみたいな。あ、なるほど、そう、大変でした。そうですね、まあ、あと、まあ、あとあのなんかやっぱブルテリアは車でついてマット引き、うん、8面分マット引き、会場設営、そうだ、あれさ、マット引きも前日運営で時給が発生するわけじゃん、うん、だから俺もあれ手伝ってるじゃん、うん、けどその分俺の時給に入ってないんだよね。まあそれも含めてあれなんじゃない、そうそう、そうだ、じゃあカメラマンの仕事もそうだ、あんた機材をさえっちらおっちら運んでってさ毎回定額なんだよこれ、やること増えてんのに、じゃあベースアップしてもらいたい、定額で、しかも出費が増えてて、やること増えて、現場監督もやんなきゃいけないからね。いやー、なんか本当に辛いよね。辛いよね本当にさすがにちょっと辛いの分かってきたもうちょっとそれも、まあ、今後の展開をちょっと話し合いしないといけないです。たそうで、あと大会の反省点とかね、うん、もうちょっと聞きたいですね。俺らが見逃したところっていうか、ここをこうした方がいいんじゃないか、はい、こういうやり方はどうですかとか、でもちろんそのキッズの大会は今度 JBJJF の大会とか見に行って、はい、でどういう風な運営をしてるのかって見ないといけないし、そうですね、やっぱあそこのそのところが改善させれば、まず最初のあのグッツグッツのガッタガタのあれはなくなると思うし、うん、そうすればもっ と, そ の, とあ そ, のしそのやり方が踏襲できれば、ディレイもなくなるよね、遅れもなくなると思うから、うん、そこがまず第一の課題だよね。で今年からですか、今年はキッズの増加がすごい多かったから、うん、だからそれはすごいいいことなんだけど、その分そこで遅延も発生しちゃったし、いろんなトラブルも発生しちゃったし、うん、っていうのはちょっとありましたね、うんうん、まあ、あと印象的だったのが、まあ、物販から見える場所っつうとやっぱこっちのマットしかないんですけども、うんうんうん、大人の人つかおじさん、うん、クラスの、うん、すんごい湧いてんですよね、うわーとか言って、本当、うん、すんごい盛り上がってましたよ。やっぱなんだかんだ言ってアダルトなんて全体の2割ぐらいじゃん、うん、3割いってないんだよ。でそれ以外のやつってやっぱマスターは30歳以上のおっさんたちがやってるから、はい、やっぱそうなってくる。だって全体8面のうちだから、2.5 面がアダルト、だからそれ以外は全部マスターだから、うん、おっさんたちだから、だから結構それはマスター世代だから、JBJJ の全日本マスターとかもすっげえ盛り上がってるし、やっぱそのマスター世代 の盛り上がりっていうのはすごい特徴的なものはあるよね、うん、はいはい、だけどそこに、まあ、俺らは勝負論がないじゃん、はい、田中さんと鈴木さん勝って、うわ鈴木さん勝ったやったみたいなって、はいはい、チームメイトのやつで、はいはい、やっぱ俺らはそこまで深く分かってないから、そうだけど、はい、けど出る側の人たちからしたらそれは大事なことだよね。すげえ大事だ。チームでなんか帰るときもなんかメダル持って、うんうん、いいっすねーとか、うんうん、酒今日うまいわみたいな感じで帰ってく人がいると、あ、なんかいいなと思いますね。そういう人たちをフューチャーじゃないけど、はい、そういう人たちが気持ちよく帰ってこれもらえれば一番いいかなちょっと思うよね、はい、やっぱそのマスター世代っていうのはやっぱ一つのあれかもね、うん、だからコパブルテリアもだからコパブルテリアマスターとかやればいいんだよね。やっても多分いいと思いますよ、おそらく。そうだよね、はい、マスター大会やればいいんだよね。絶対それ絶対重要あると思うし、だって、はい、キッズ大会をやってるわけじゃん、はい、春に。で本ちゃんのコパブルテリアを名古屋でやって、うん、でコパブルテリアオープン東京なのか、コパブルテリアマスターなのか、うん、東京でやってもいいのかなってちょっと思うけどね、うん、まあちょっとそれも今ほら大会もいろいろあるから、そうですね、大会も取りにくいでしょうしね。そうそうそう、まあ、そういうのもちょっと大会のね、あり方として、でけどそういうふうにやっていけばその大会の運営スキルも上がっていくじゃん、うん、だ今回その俺が見てた部分以外のところでも、うん、ヒロヤマニハパンクラスで勝った、うん、ああいうことだったらその各マットの試合の進み具合を見て、ここが進んでる、ここがじゃあこっちをこうしよう、ああしようって、そういうのずらしたりなんだりっていうのもやってたから、うん、で最終的にはやっぱその A マットだけ遅延があったから、はい、それがちょっと遅れちゃったけど、それ以外の部分は綺麗に終わったからね、うん、やっぱそういうところもちょっと大会運営の運営側のスキルの、はい、スキルアップの一環としてそういうのもあったし、それは良かったなと思いますけどね。間違いなく僕らマット引きがすげえ上手くなりましたね、うん、だから早かった、1時間ぐらいで終わった。早かったでしょ、1時間ぐらいで終わったじゃん大体の引きは。であとはね、その得点板やったり柵作ったりとかね、そうそうそう、マット引きめちゃくちゃ上手くなったでしょ。あの柵がもうちょっと高ければね、
あ、だって超えられないじゃん、うんうんうん、でこっからしか入れないってなれば、うん、出るのも入るのもここしかダメってなれば、うん、絶対管理できるわけですよ、はいはい、胸ぐらいこれぐらいのね、またげないようなやつね、そう、うん、そうすれば、そうすればだってこっからしか入れないんだから、うん、そこをしっかり管理すれば、うん、余計な人は入らないし、うん、だからやっぱ見栄えも良くないよね、 ああいうところでずっと、ね、あの試合終わった人たちがだべってたりなんだりっていうのは、はい、ちょっとそこも徹底しないといけないと思いますね。そうですね、なんか例えばこうパスをしてば分かりやすくセコンドつける人がチームで何人決めて、うん、ちょっとシールだから明らかに、だから終わったらそのシール剥がさないといけないわけじゃん、うん、で出たでもちろんパスだって出たから取らないといけないし、じゃビブスがいいのか、そう、あのコーチジャケット、あコーチジャケット、その工場ビブスをつけて、うん、その人しか座っちゃダメみたいな、それの人以外を全員一発で分かるやつじゃないとダメだね。でその保護者も一人だし、うん、二人ビデオ撮ります、いやそんなの2階から撮るよって話だし、うんうん、だそういうのもちょっと管理しないといけないし、いや大変でしたねそこはこれだけやってもまだ課題はいつもあるんですもんね。あると思います、はい、あると思います。でやっぱそこで、ね、全体を、だって俺もたち写真撮ってなんだかんだりやるから、それを支店長に任せて俺はもうそっち側に回った方がいいのかなっていう気もするんだよね。うん、だ今回支店長だって別に、物販しかやってなかったわけじゃん。物販、あと結構ハイパーフライの選手の写真撮ってます。そうそうそう、僕は店番よくしてました。そうそうそう、ハイパーフライのみんないなくなるんですもん。そう、ハイパーフライは真っ赤の中です。僕その間売ったりとかして、ね、うん、そうなっちゃうよね。だからちょっと本当それ考えないといけないかもしれない、これからは。かといって俺がまたギャンギャン吠えるとなんだってなって怒られるわけだし、また怒ってるあの人みたいな、イメージ良くねえみたいになるわけでしょ。数字欲しいからね今、うん、大変だよ。だからじゃあそういったちょっと大会運営の、はい、ここが良かった、ここはこうした方がいいんじゃないか、うん、来年はこうしてほしいみたいな案があれば、はい、いろいろとご意見ください、はい、reversaling@gmail.com の方によろしくお願いします。お願いします。で今回またプレゼントいただきました。あこれ見たね、あのそう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  SNS でこれ黒帯ブレスレットね。これ何がついてるの、そのチャームみたいな、何それ、なんかフェラーリのマークみたいな、チェスだ、チェス、チェスのあれじゃない、あ、ほんとだ、これ俺馬だけどこっちは違うわ、チェスだ、そう、チェスだ、充実ってなんかチェスに例えるときある、チェックマットね、うん、そう、ヒューマンチェスって言って、うんうん、こうなったらこう、こうなったらこうみたいな、それに多分そう、それのブレスレットいただきました。へえ、これはね、メイドイン、どこですか、メイドイン岐阜じゃないですか。三重かな、三重岐阜、慶三からかわの父ちゃんが、ウィルソンからかわが作って、うんうん、この間あのアブデビグランドスラムの時に俺もらって、うん、気に入ってつけてたんだよね。そしたらそれを見て、SNS とかで見て、うん、あ気に入ってくれてありがとうっつって、これプレゼントで出してくださいって言われて1個いただきました。L サイズ、これ買えんのかな、これでも売ってる雰囲気じゃないですか、これだってね、これちょっと分かんないんだけど、これ L サイズ、黒帯のやつもらったので、これ欲しい方、コバブルテリアの一個意見ご感想を書いて送ってください。締め切りは20日まで。これって黒しかないんですかね、黒しかないのかな、けど、うん、だけどグリーンだって、これで青とか緑とか紫茶帯なのかな、そしたらなんかどうなんだろう、ちょっとよくわかんないんですけど、欲しい方いたらウィルソンからかわにメッセージしてみてください。とりあえずこれ L サイズ黒帯のやつ1個プレゼントしますので、ぜひぜひ多数の申し込みよろしくお願いします。お願いします、はい、こんな感じですか。あじゃあ大会の宣伝してください。あそうだ、忘れた、もう一回忘れた、はい、青帯大会ブルーディスニーですね、はい、10月6日に、代々木ミューズで、開催いたします、はい、でもうエントリーの方も始まってて、もう大まあまあそうそう、50人ぐらい出てますね、はい、トータルで100人ぐらいまでなればいいなって感じなんですけど、はい、どうなんでしょうかって感じですね。やってますので、はい、でこれでアダルト青帯の無差別の優勝者には、ハイパーフライの道着がもらえます、はい、それプラス、スポンサーになるのかな、ならないのかなっていうぐらいの我こそっていう方はぜひぜひ出てください、はい。ここでまあ目立った選手、過去の目立った選手は結構スポンサー結構ついてます。いやもうみんなついてますよ、はい、結構なメンバーも出てます。だから、いつも言うけど、一番最初の大会が、飯島くんね、はい、でその次の大会が、ルーカス広沢くん、はい、ルーカス、でその次が
風間くん、うん、でその次がマイケ、そうですね、 あとあれもいましたね、あのプライドよ、あ横井さんもいましたね、はいはい、で前回がマイケ大浦がダブルゴールドみたいな、でそこでほらあの今回の無差別決勝の、うん、あ紫無差別決勝のザビエル対マイケの1回目がそこで初対決、うんうん、でその次に IBJC のアジアでまたもう1回やって、その時でザビエル勝って、うん、で今回のコパブリで3度目の対戦だったんだよね、その1回目がここでやりましたって感じで、でこれ ASJJF ルールなのでサドンデスですね、アドバンテージなし、レフリー判定なし、サドンデスという感じでやりますので、これをぜひぜひお願いします、はい、よろしくお願いします、お願いします、はい、じゃそんな感じで、はい、あとね、あと年内に、ラスコン主催大会が12月にちょっと、地方大会が決まってまして、はい、それをまあ近日発表します、はい、あと秋に、会場が取れればラスコンゲームスをやると、でそこで多分またあの団体戦だったり、女子のクイーンオブマット2だったりなんだりっていうのをやるんですけど、会場取れなかったらやれませんので、そちらの方ご了承ください、はいはい、じゃあそんな感じで、はい、コパブリテリア総括のみという感じで終わりたいと思います。 VCTS プレゼンツ BJJ ウェーブ、橋本キヤでした。ラスコンキニーでした。はい、また来週お目にかかると思います。さよなら。 OK です、はい。 Thank you.